明けおめイエーイ。ちょっと今日はね、明けましておめでとうございますの日ということで、ちょっと今日はテンション高めに行っていきたいと思いますはい、すごい足あったか、あったかい、やっほー、三つ編みかわいいって、え、嬉しい、気づいてくれたんですね。そうです、今日は三つ編みにしました。てん、キッチンさん、テンション低めなとこ見たことないんだけど確かになんかあんま見せた、え、何、おみくじじゃん、中吉だって、中吉、え、すごい、なんか明けおめっていうあれが来てるわ、すごいギフトが正月っぽい、ありがとうございます。あ、おい、ごめん先生、あ、中吉を当ててくれたパンダさんのギフトありがとうございます。猫またぎさん、逆に落ち着いてください。え、落ち着けないですえ、落ち着けない、落ち着けない、今日はちょっと元気よくいきたいので今日は新年だっけ、新年なのでテンション高めにいきたいと思います。もう、あ、え、なっちさん最高って、やった、嬉しい、ありがとうございます、最高です、すごく。よしふみさん、夜ご飯も、うん、夜ご飯もう食べて元気なのって、めっちゃ元気です。さっきまでずっと芋けんぴ食べてました。芋けんぴなんだっけ、なんかね、ウィバースで写真送ったら大学芋ってきたんだけど、大学飴だと思ってました、最初。あ、ミラーボールありがとうございます。え、じゃあとりあえずワック拾いしちゃったはい、ありがとうございます。効果音つけたい。はい、新年早々のミラーボールありがとうございます。そう、コヒが今日成人式で、めっちゃ家もコヒと一緒に出たいなって思いました。長崎弁で配信してほしい。長崎弁、恋、あ、ちょっと待って、じゃあテロップに書こう、ちょっと待ってね、今日長崎弁配信でいくか、じゃあ長崎弁配信、え、いいですか、長崎弁配信にしても、せっかく長崎にいるしね、今日は、はい、ぜひワクワクいきます。でもなんかそのさ、なんか今緊張してるから、あんま長崎弁、青森弁って何。ゆいち、ミスドの新作食べた？え、ミスドの新作は食べてないっちゃけど、なんだっけ、何のやつやったっけ、何やったっけ、え、なんかキャラ、なんだっけ、なんか見たけど忘れました。深夜さん、大学院ももぐもぐ配信でもいいよ。え、いえ本当はさっきまで大学院も食べとってから、なんかもぐもぐ配信しよっかなって思ったっちゃけど、ちょっとね、緊張してもうてくるの忘れました。で、長崎弁配信ちゃんって書こう配信ちゃん、大人、今日大人メイク、え、すごい、本当にじゃん。いや、なんかね、多分今日アイライン引いてるから、今日ね、私のいとこにアイライン引いてもらったじゃん。
ナチュラルハイさん、ゆいちって九州の人なんや。そうなんよね、本当に。金箔つけたの？金箔？金箔？なんかね、今日ね、久々のショールームで気合い入れすぎてラメつけすぎた。やばい。まさかずさん、今年はセクシーゆいちで行くの？どうしよっかな。まあ、セクシーゆいちでも行きたいんですけど、どうしよう。でもなんかちょっとね、あの誰だっけ、お友達にセクシーゆいちで、セクシーキャラで行こうかなと思ったら無理だよって言われました。無理だよって言われたっちゃけど、どうしたらいい？そう、あのね、高校生だから、あの高校生、あ、高校生だからちょっと多分セクシーになるだろうなって思うので、皆さん期待しといてください。あ、まあ、そう、なんかね、いろんなキャラがある。ギャルにもなれるし、セクシーにもなれます。頑張ればなんとかなるかもしれない。諦めたらそこでセクシー終了だよ。確かにセクシー、だって諦めたらさ、もうセクシー終了しちゃうから。もう今年はまあセクシーゆいちになれるように、セクシーポーズ、いやそれはもう任せなさいちゃけど、もうここがまずもうセクシーだから、もうこうしセクシーゆいちです。ちょっとここまでにしときますね、危ないので。セクシーだ。おお、セクシーってありがとうございます。だけど、そう、唯一あの劇場公演でセクシー唯一見せれるのは、あの純愛のクレッシェンドぐらいなので。そう、あのね、純愛のクレッシェンドって私真ん中じゃないですか。でそこしかちょっとセクシー唯一見せられるあれがない。あのなんだっけ、あのセクシー唯一アピールできる時間がそこしかないんですよ。ちょっとどんどんアピールしていこうかなって思います。ゆいち、髪の毛はどこまで伸ばすの？髪の毛はね、え、今めっちゃ伸びた。じゃん。結構伸びましたよ、ゆいち。あの、ラプンツェルぐらいを目指したいと思います。はい。あの、本気で私、ラプンツェルが私の先輩だと思っているので。はい。ラプンツェル。したいと思います。そう、ラプンツェル目指したいなって。あ、なんか劇場の客席全部髪の毛で埋めるぐらい伸ばしたいと思います。あ、ヨッシーさん、クマすごい、ここにいっぱいある、ありがとうございます。え、すごい、で1,2,3,4,10個ぐらいある。嬉しい、ありがとうございます。このクマのさ、実写版欲しい。あ、はい、ありがとうございます。え、じゃあ今日はとりあえずこれぶんまして、あ、ミラーボールありがとうございます。これでワックできるかな。あ、できたできたできた。ありがとうございます。はあ、誰だ、あ、ゆいちさん、ミラーボールありがとうございます。あ、あれですね、ファン名、ファン、アンレイムのファンミーティングも楽しかったです。ゆいちに年賀状書いてよ。嬉しい、年賀状待っとるけん。なんかさ、なんかちょっとやっぱショールームだと、
あんまり長崎弁じゃないから今日いっぱい喋るじゃん。長崎ちゃんぽん食べた？いや、あのね、食べとらんちゃけど、あの食べとらんちゃけど、昨日はね、豚麺っていうなんかカップラーメンみたいなのがあるっちゃけど、それ2杯食べました。2個いただきました。いや、なんかね、豚麺私絶対普通は1個食べるけど、もう1個はなんか味見ぐらいだなって思ってるので、豚麺食べるときは絶対2個食べる。長崎どこ行った？長崎はね、でもなんか本当にあのハウステンボスとかは行けなかったんだけですけど、あのどこ行ったっけ、なんか佐世保五番街とか行った。佐世保五番街とあとはいろんな友達に会いに行った。あ、そういえばね、聞いて、あのね、友達がゆいがすごいなんかアイドルになったって分かってからすごいみんな握手求めてくるんですよ。なんか私が中学2年生だいぶ昔なんですけど、中学2年生ので同じクラスだったになんかみんながあのわざわざゆいとかあの会いに来てくれて、したらなんかもうあのなんだっけ、はじなんかまあ、ヤッホー久しぶりの時点で握手してくださいって言われるんです。あ、待って、うわミラーボール嬉しい、ありがとうございます。いきます、ちょっとこれで枠、あ、ロックいくかしら、つつつつで、ここでワック入れて最後にぶん回してダン、お完璧完璧です。こんなあの三つ編みで遊んだことないけど、今日が初めてなんですけど、あ、関根さんすごい、ミラーボール2個だから長かったのか、ありがとうございます関根さん、嬉しい。で、まあそう、まあ、あの多分私のアンライブの占いの企画とかも見てくれたらしくて、私がスターの星って言われたんですよ。で、あのなんか、あの、あ、スターだとか言って握手めっちゃ求めてくれて、そう、なんか、あ、おーすごい、今年も好きだよって、ありがとうございます。あ、待って、あ、山おじさん、え、すごい、なにこれ、く、今年も大好きだよって、え、かわいいんだけどこのギフト、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいよ、この、いや、すごい立ってる、かわいい、ありがとうございます。あ、ナーラブさん、熊の天使の糸、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。はい、で、待って、一回あれやっていいですか、あの友達の再現やっていいですか、いきます、あ、やば、長崎弁でいきます、長崎弁で、あ、やっほー久しぶり、あ、久しぶり、あ、スターのゆいやん、あ、ねえね、ちょっと握手握手みたいな感じで、ちょっと今のうちやっぱ握手して頑張れって感じで、イエーイ、ありがとうありがとうって感じでした。あの、それで、まあ、その握手した後に、あ、よっと、大吉ナーラブさん、いや、これ楽しいね、本当にありがとうございます、このギフト嬉しいです。それでその後に友達と公園で遊びましたね。なんかね、ゆいの友達が多分ゆいに全員似てて、ちゃんとね、あの鬼ごっことかしてくれて、そう、あ、来た、なんだ、あ、お、大吉、わー嬉しい、あ、待って、ミラーボール、あ、ちょっと待って、あ、ちょっとここが可愛くね、可愛いパティで、はい、ミラーボールありがとうございます。で、今日さ、めっちゃテンション高いっちゃけど、ゆいテンション高い、なんか久しぶりのショールームすぎて、
あとね、その友達と色をにした。あ、まさかずさん、あ、今年も好きだよって、それ、あ、そのギフトか。ありがとうございます。ゆいも打ち返そう。ありがとうございます。みなばまさん3年ぶりぐらいの配信だもんね。え、それな。それな。なんか今日ってだってあれですよね、なんかね、もう5年ぶり10年ぶりぐらいのショールームだから緊張しとるっちゃけど頑張るけん。ジェット長崎弁出ました。ゆいちさん名前呼んで。ゆいち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 。色鬼懐かしい。え、懐かしい。え、皆さんもやってましたか。色鬼、色鬼やってました。あいた。おお、誠一、あ、名前変えたんだ、ありがとう。30日に劇場でゆいちに会ってから会ってない。誠一さん、誠一、誠一、会ってないじゃん。早く会おうね。あ、なんか高尾に知ってる、なんかあれ、なんかなんかめっちゃ公園の高いところに行ってなんかするみたいな感じだった気がする。アイアイさん、色鬼ってどんな。え、色鬼は、色鬼はなんか例えば、ね、歌が色色何色どんな色って歌って、でそっからあのなんかその鬼がピンクとか言ったらその公園のなんかピンクのものを絶対触らないといけなくて、そういうやつです。ちょっと語彙力がないんですけど、そう、歌があるんですよ。なんか色色何色どんな色って、二色二じゃないです、色色何色どんな色です。そう、なんかね、そう、なかったら辛いんです。そう、なかったら辛いんですよ。歌は初耳。ゆいたちだけなのかな。そう、なかったらもうとりあえず逃げて相手の鬼がもう疲れるまで走るしかない。本当にそうだから、あの金とか言われたら本当になんもない。なんかね、家一回ねやったことある、なんか色色何色どんな色金って言われて、え、金ってなったことある。え、それ来たらちょっとさあれですよね、もう終わりです。まさかずさん、長崎にはいつまでいるの。長崎には明日まで、明日に飛行機乗って帰ります。そう、あ、ミラボールありがとうございます。あ、ヒップホップ、ヒップホップ、あ、ヒップホップってどうなんだっけ。あ、こういうやつか。なんだっけ、あ、なんかダウン系。ありがとうございます。ミラーボールタイム終わりました。ありがとうございました。あ、コウジさん、コウジさんありがとうございます。なんだっけ、なんか今読みたいコメントあった。あ、あってた。アイアイさん、金はスターのユイチにタッチすればオッケー。おお、そう、あのね、まあ、金って言われたらみんなユイを触ってくるんですよ。そういうのってね、大体あのあれなんで。金色なんで、あ、金スターってやっぱ金色っていうなんかねイメージがあると思うんですけど、はい。自分で言うのなんか恥ずかしくなった。あー、待って何しよう。あ、6だし最後は決め、え、なんかこの角度かっこよくない。なんかさ、ほら、なんかありそう、こういうやつ。まあ、いいか。
唯一金色じゃなくて七色にキラキラと輝くダイヤモンドよ。あ、そっかそっか、まあどっちでもいいか、金色と虹色ってことで、なんか色にする。今見てるお友達はゆい、あの金って言われたらゆいに触ってください。あ、虹色だ、虹色。アイシャドウ塗ってる？アイシャドウ塗ってます。でも今日ね、なんか本当にさっきも言ったんですけど気合い入りすぎて、うまにゃんさん背伸びた？え、背伸びた。あのね、多分161いきましたゆい、わかんないけど、この前ね、あのメジャーで、あの家族に身長測ってもらったんですよ。メジャーでね、メジャーでピッて測ってもらった時にもうすでにあの160センチ越してたので、多分アズもうちょっとで抜かす、アズ抜かします。今ね、達成って言ったらあれだけど、できてるのはあのユナとカスミンは抜かしているので、もうすぐで、あの、あ、待って、めっちゃ長崎弁忘れてた。もうすぐで5メートルいきます、身長が。そうなんですよ、夢見とひなのはまだっちゃけど、あ、ありがとうございます。あ、ヒップホップみたい、ありがとうございます。あ、で、これロックだ、なんだっけ、あ、ヒップホップこれだ。あ、ちゃ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 、あ、で、足が、あ、そうそう、今日のコーデです。あ、終わっちゃった、もういいか。ミラーボールありがとうございます。え、あ、ゆういちさん、あ、ゆういちさん2回目のミラーボール、嬉しい、ありがとうございます。え、5メートルだとギネスになるのかな。ゆい日本一になっちゃう。でも皆さん5メートルになったら握手会来てくれないでしょ。あ、危ない危ない。みんな5メートルになっても握手会来てね。あの、多分あのゆいのあの握手会の透明のやつ超えてるから、ちょっと怖がらないで来てください。そう、まあ、でも確かにあのお客さん側にちょっと台置いて、はしごでこうやってやってしてくれれば。でも5メートルだとさ、劇場もう出れないってことかな。あれ、多分どうなんだろう、劇場公演出れるのかな、それかちょっとリニューアルしてくれるか。劇場をゆいのためにね。そう、それかゆいはステージ、それかずっと花道で踊るとかもありそう。天井刺さっちゃうよね、やばい。やっぱせり上がったらやばい、競り上がったらやばいです。ステージ上がれない、ビルすら入れない、電車も無理だよね。もう全部これで行くしかない。これが天井として、こうやって行くしかないです。競り上がったら絶対だから、今のゆいのあのなんて素敵な世界に生まれたのだろうのあのね、上、あ、家が多分一番最初に上がるんですけど、これが天井とするじゃないですか。そしたらか、青いインクをこぼしたみたいにってやっていかないと、そう、全部首こう上がってくるじゃん、なんかさ、青いインクをこぼしたみたいに。絶対やばい、これ絶対恐怖だよね、突き破っちゃうよ本当に。わーだ、なんかあのグッて顔をね、
本当に着れる服がないよ。本当に七のおじさんさんの通りです。着れる服がなくなります。でも2メートルだとどうなんだろう。いやでもちょっとね、あの畠山さんにはもう負けてられないので5メートルいっちゃいます。そうだから、もしなんか AKB で東京ドームのコンサートがありましたって、一番東京ドームの本当に一番端っこの人でも一番最初に見つけるのはゆいです。そう、もう本当にもう一番最初に見つけるのはゆいです、絶対に。ちょっとそれ目立てるのでね、みんなゆいちに注目するので。あ、しのだ、しのー、日のしのさん。そうだ、スクショください。もちろんです。スクショ、スクショどうしよう。スクショ、じゃあちょっと明けおめポーズしよっかな。明けおめポーズってなんだろう。あ、かわいめに。あ、今スクショタイムです。これが明けおめポーズです。これ怖い、なんか。あ、18期ポーズ、18期ポーズね。ありがとうございます。長崎ポーズ、長崎ポーズか。長崎行って、あの一番あれやけんが、あね、めっちゃ待って、長崎弁配信できてない気がする。ちょっと頑張る。あのなんだっけ、なんて言うと、あ、長崎ポーズは、あの一番下やけんが、下、ちょっとこんな感じにしとこう。これ長崎ポーズです。そう、しかも坂もめっちゃ多いけんがこれです。はい、ありがとうございます。ちょっとセクシーな感じ、かわいい。あ、これセクシーポーズにしちゃう。ありがとうございます。すごい、なんかさ、あの今私の横に、なんだろうこれ、なんか暖房の器具があるんですけど、こっちとこっちにあるんですよ。めっちゃ汗かいてきました。汗かいてきました。すっごいすごい、なんかね、なんかこう当たるから、ここが汗だくになる。こうがだらーって、あ、まあそれか、余計にセクシーになるからいっか。そう、暖房に挟まれてるんです今、ピッて。ストーブ、あ、ストーブか。え、ほっぺ赤い、ゲンジさん。ほんとそう、なんかね、今すっごい、あのここ触ってもらいたいです、皆さんに。あったかいです。なんかここ、長崎ね、なんかゆいのいつも住んでるとこよりかはあったかかったです。でも今日は一番寒かったっちゃけど、寒かったじゃん。ちゃんとちょっと使いました。飲み物、そう、今日ね、飲み物を持ってきていなくて、で大学芋食べたかったな。下ゆうさん、目にキラキラついてるね。そうなんです、今日はちょっとあのアイラインも引いちゃってね。ああ、うさやさん、三つ編み自分でやったの。あ、うさやちゃん、三つ編みは、もちろん。もちろんです、もちろん自分で食べました。あ、食べましたじゃない、間違った。
ごめんなさい、食べてません、結びました。ほんとなんか最近なんか日本語がなんか苦手になってきた。あ、おお、ちょっと待って、あ、あ、ミラーボール、え、どうしよう、待て待て、どうしよう、あ、じゃあ最強ついてる、僕の好きな最強ついて似合いすぎて禁止する、なんで立ち結ぶの、なんだっけ、男たちは首だけ、この君は最強すぎて、もっともっと好きになる、今せか、いで一、あ、一番可愛い人。はい、あ、あとは何がある、ちょっと何で何がある、もういや、もう最後はあれでいきます、ワック、あ、ワックしてからのダン、はい、決めました、ありがとうございました。はあ、汗かきました。え、なんか左の暖房がちょっと、まあ、いっか左の暖房がちょっと疲れてきましたね。あ、あ、マシロちゃん、マシロちゃん、やっほー、前座復活したのを聞いて、ゆいちと前座で参りたいなと思ってる。え、そうだよね、前座最近あんまり出れてないので楽しみにしてください。そう、暖房、あのね、左の暖房が忙しい、なんか疲れてきちゃってるんです。右は元気でもね、左ちょっと元気ないみたいです左ちょっと疲れてきちゃったっぽいですちょっともう、まあいっか、まああれです、暖房さんもね、疲れてるので寝させてあげます。え、なんか急に寒くなった、左側だけ、復活し始めた、復活し始めた、頑張れー。そう、2つも置いてるんです、こっちとこっちまあまあまあ、あ、シノ、次の真空の握手会も買いましたって、え、嬉しい、皆さん握手会ぜひ来てください。長崎って雪降るの？長崎は雪降るっちゃけど、あ、いや、今日はなんか降る予定やったっちゃけど結局降らなかった。こたつはあっちにあるんです。あのね、ここの家のね、こたつめっちゃあったかいじゃん。あ、え、あー、待って、今日が出た、がー、悔しい。ピーちゃん、ゆいちが雪止めた、止めちゃったかな、まさかの。今日もし積もったら、積もったら遊ぶ予定やったっちゃけど。あ、わ、マシラ、マシラッチ、あ、今日でも嬉しいよ、マシラッチ。え、今日って一番いいんだっけ、大吉が一番よくて、まあ今日もいいってことで、マシラッチありがとう、マシラッチ、真っ白真っ白、ありがとうございます。ありがとう。あ、ミラーボール。何しよう。なんかの曲あったっけ。あ、トゥトゥ、なんだっけ。トゥトゥル。あ、なんか、待って。なんだっけ、なんか踊りたい。まあ、いっか。あ、まさかずさん、ありがとうございます。ミラーボール。嬉しい。今日は、あ、今日は、新年早々ミラーボールですね。ゆいちさん、数の子食べたかいって、数の子食べました。数の子すっごい量食べてあ、何が来る、あ、中吉やった。あ、テラさん、あ、テラさん、中吉は、中吉って結構いいやつですよ。ハッピー、あ、
そ、焼きそばさん、ゆいちはおみくじ引いたのって、あのね、おみくび、あ、ま、おみくびじゃない、なんだっけ、あ、おみくじ引いてないんです、なんと今回。テラさん中途半端ですいません。いや、あのね、いや、私テラさんの仲間なんですよ。あの、私なかなかあの大吉が出ない人なんですよ、おみくび。そう、だからテラさん仲間です。リーもよく中吉がいっぱい出るんですよ。わー、あー、待って、なんかおみくびって聞いたらさ、あのあくびに聞こえてきてさ、あのおみくびがさ、あくびに聞こえてきちゃってさ、あくびが出ちゃうよね。おお、すいません、あのね、あのおみくびが、あの、すいません、あくびに聞こえてきちゃって、あの、すいません。え、モッティさん、あくび映ったって。え、あくびってなんかよく映るって言いますよね。そう、ちょっと眠たくない。え、ちょっと寝ます、寝ますか。あ、ちょっと待って、あー、待って、どうしよう、ねえ、何踊るか決めてない、なんだっけ、やばい、なんかいろいろ踊っちゃいそう。あ、踊るか。 AKB フェスティバル、みんな一緒に大きな声で、これ元日公演で踊ったやつです。歌を歌おうぜ、振りを真似して踊り明かそう、髪髪振り乱し汗かいて生きているって感じです。はあ、そう、あの、皆さんぜひ TikTok でゆいちって言ってください。あ、してほしいじゃん。でもほんと長崎弁配信って言っときながら、長崎弁、ちょっと待って、なんかあの AKB フェスティバルの髪振り乱し汗かいてんとこ、めっちゃゆいの歌詞だなって思いました。勝手に言っちゃうんですけど、ゆいに合ってるなって思いました。思ったじゃんね。長崎弁でもキュンキュンゼリフ。長崎屋のキンクンゼルフ、何にしよっかな。あ、ちょっとあのあれにします。あのゆいは、ちょっと挨拶なんですけど、ゆいはみんなから愛されたいじゃんって感じです。逃げたくなっちゃうけど。愛されたい。じゃ、なんかよくね、かすみんがね、真似してくるの。なんかゆいはみんなから、あ、かすみんはみんなから愛されたい、ちゃん、んもつけないといけないのに、ちゃって言うんですよ。チャーじゃないです、多分。え、そうだよね、わかんないけど、真似してきて可愛いなって感じです。なすびさん、 AKB フェスティバルは1日で覚えたの？1日で覚えました。なんかね、楽しくてすぐ覚えました。ゆうまさん、12月の握手会行ったらゆいちれいの人気っぷりにびっくりしたよ。いや、なんかね、サンタさんの時だっけ、サンタさんの時にすごい、あの、人、たくさんのね、ファンの方が来てくれて嬉しかったじゃん。嬉しかったじゃん。待って、今何話してたっけ。もういっか。
ピーちゃん、あのセクシーサンタかって、そう、あのセクシーサンタなんです。あのね、ゆいは、あのゆいがサンタさん着てたやつは、なんかね、なんか、ここ上にマント羽織る感じのサンタやったっちゃけど、あのね、ゆいが、もうなんか、すごいファンの方と必死に喋って、興奮しすぎて、なんかね、こっちのもう右肩が、こう喋りながら出ちゃったわけなんですよ。それでね、あのなんか何だったっけ、それでみんなすごいファンの人がセクシーセクシーって言ってくれて、セクシーゆいちをアピールできました。マシラッチ、お友達が元旦公演行ってて、ゆいちゃんのこと可愛いって言ってた。本当に？じゃあ私があの卒業するまでずっとあのゆいのこと、あのゆいのこと好きになってくださいって言ってください、お友達に。さくらさん、まだ子供担当でお願いします。え、あのなんか子供担当っていうか、え、とりあえずなんか多分ね、ゆいまだちょっとあの暴れまくっちゃうんですけど、皆さんお世話お願いします。お世話お願いします。ゆいもまだまだちょっと鬼ごっことかするしちゃう人なんですけど、皆さんお世話お願いします。あのね、なんかね、コヒかカスミンか忘れたっちゃけど、あのなんだっけ、なんかゆいなんかね、ゆいがわざとコヒに、あ、コヒか、コヒになんかゆい、コヒと一緒に住んでみたいなって言ったら、なんて言ったんだっけ、なんか、え、絶対やだみたいな感じでめっちゃ断られるんですよ。なんかね、なんだっけ、なんか私がまだ上京してない時のなんかホテルの時でも、コヒが絶対部屋やだみたいな感じで、なんかね、ゆいと一緒にね住んでくれないっぽいです。でもまあでも、それそういうの感じなんですよ、コヒは。でもコヒがねすごいね、まあそういうとこもええー、っていう感じで楽しくはできるんですけど、あちゃけど、え、確かに、どうしよう、19期にさ、え、皆さんにちょっと質問なんですけど、あの19期にいいお世話されてそうだなって思う人います？なんかそれがずっと心配なんですよ。あの19期のみんなにもなんか、あ、ゆい、ゆいちさんって言って、なんかよかったらこのお菓子どうぞみたいな感じでゆっくり食べてくださいって言われそうな。はいってみんなやめてくださいよ。まあいいんですけど、はい、まあはいの人が多いです。なんかね、本当はゆいがお世話しないといけないんですけど、そう、なんか餌付けされそうです。19期から餌付けされそう。なんかなんだろう、ゆいがなんか多分年上って入ってきてほしくないけど入ってくるわけじゃないですか。しかも絶対ゆいより頭いい同い年とかも来るかもしれないし、まあまあまあ、まあ、もしね年下が入ってきたらもちろんあのお世話するしますけど、しますけど、そう、ゆいもちょっとあのお世話します頑張って、お世話されないように。餌付け担当19期は違いますよ。餌付け担当はやめてくださいよ。ミキティさん、年下入ってきたらお世話する？お世話します。でもなんかもう年下なんで、まあやっぱ私があのお母さんみたいな感じなので、
まあ、もちろん鬼ごっこにも付き合わせますし、強制的に鬼ごっこ付き合わさせますし絶対嫌ですよね、こんな鬼ごっこ絶対させます、絶対させます鬼ごっこ。席、あー待って待って来た、あなんだ、ひらぴさん、お中吉ゆいの仲間だ、ありがとうございます。ゆいの仲間中吉さんありがとうございます。鬼ごっこ、本当に鬼ごっこいつ卒業できるのかなそうトレーニングだよって言ってちょっと鬼ごっこさせますゆいちさん認知ください、認知してまーすありがとうございます。そう鬼ごっこなんかね、だから長崎で友達がなんかゆいちょっとね思ったことあって、あのなんだっけ、長崎にいんーなんだっけ、長崎にいい、あ長崎で遊んだ、あさっき言ったんですけど、あの私の同級生の子と公園で遊んだんですけど、その時みんなね、家が鬼ごっこやろうって言ったら、えいいよって言ってくれて、あそういうとこはやっぱ仲間なんだなって思いました。お中吉、そしてミラーボール、あミラーボールどうしよう、あ中吉ありがとうございます。なんだっけ、じゃちょっとこれでハートがきます。最強は見た目似合いすぎて禁止する、なんで二つに結んだのありがとうございます。すごい中、待って、あせ、あ聖一イエイ、中吉だよ聖一、ゆいの仲間です、相変わらずねラーメン仲間なのでよいしょ、あごめん先生と吉文さん、あーありがとうございます、あ星ありがとうございます、そしてあ関根さん大吉おめでとうございます、すごいやったー、大吉です。そうおーっとミラーボール、何しようミラーボール、あ大吉だからちょっとこの子たちと一緒に喜びます、イエーイ大吉いやもう最近も本当になんかダンス、でも次のためにダンスも決めとかなきゃな。もう全部出た？ピーちゃん、まだ出てないかな、小吉かな。ひなちゃん、ゆういち推しの子と仲良くなれてる、おっすごい、もうたくさんあのファンの方同士でも仲良くなってください、ぜひぜひ。やばもう50分だよ、約ちょっとショールーム終わったら大学芋食べちゃおっかな、食べちゃおっかな、あなんだ、あ中吉か、あ待ってね、あよしふみさん中吉、イエーイ仲間です、中吉仲間です。これすごいランダムなのを今日初めて知りました、わーい、あ、違うか、あの芋飴食べます、芋飴、年越しそば食べました、年越しそば食べました、あのゆい、あのねその時なんかお腹空いてて汁まで全部飲み干しました、多分そば、皆さん年越しそば食べましたか。シューカッチゆいちやほ、あ、シューカッチ今来たの、シューカッチ今年越しそばの話してた。お腹空いてて、ごめんなさい、めっちゃ食べちゃった。年越しちゃんぽんは食べてない、すごい、年越しちゃんぽんとかあるの？すごい、初めて知った。長崎県は年越し皿うどんなの？年越し皿うどん、いや私はあれでした、そばでした、年越しそばでした
うさやちゃん、年越しの時どのくらいジャンプしたの？年越しの時にゆい多分日本で一番飛んだと言っても過言ではないくらい飛びました。なんか3、2、1ヒューってなんかロケットみたいな感じで飛びました。ヨッシーさん、カウントダウン TV は見た？見ました。なんかね、今年年越してからなんかすごい眠くなっちゃって、ちょうどあのゆいゆいさんセンターのね、あのアイドルなんかじゃなかったら、まあ、生で見れなかったんですけど、後から起きて見たんですよ。めっちゃなんかもう よくて、ゆいもいつか出たいなって思いました。そう、なんか今回すごい寝ちゃったんですよ。はそう、夜でいや、なんとか起きとこうって思ったっちゃけど見れんかったっちゃね。元旦公演、元日公演楽しかった。元日公演めっちゃ楽しかったっちゃね。なんかすぐ終わった。すごい、正和さん、わ、クマが今どんどんって乗った、ここに。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。かわいい。ピンポン玉チャレンジ惜しかったね。お、そうなんですよ。なんか22歳選抜で、で元日公演やって、そっからピンポン玉チャレンジしたんですけど、なんかピンポン玉がね、まずなんかゆいはなんか1回週刊誌最初めっちゃ勢いよく投げてたよねって。いや、あれ本当に、いや、ワンチャンあれ一発で入るんじゃないかなって思って、そのゆいの頭の中ではなんかほってやってもそのままなんかもう重力とかかけてコップになんかピッても入れようかなって思ったっちゃけど、なんか入らなくて、そう、そしたらもうなんかその場所が悪くて、なんかこう床にねピッてピッてこうやっちゃって強くなりました。そう、軍事サンタさんとさチェキ取れなくて悲しい。もう軍事サンタさんとチェキなんてもうあれですよ、もうこれから一度もない経験だったかもしれないのに、残念ちゃんね。ヨッシーさん、今年はピンポン玉で唯一中傷取りたい。本当にもうね、皆さんと撮りたいです。軍事さんいつでも撮れるかな、ツーショット。あ、やば、もう54分だ。早い、すごい。もう今ここら辺今汗だくなんですけど。待って、あ、テラさん、そういえば福袋の山口さん、チェキが当たったようです。お、嬉しい、ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。お、誠一くま、ありがとう。やば、待って、ケンケンさん、三つ編みかわいいって、ありがとうございます。あ、得意なウィングで、ありがとうございます。あ、そっか、10日波動か、やばい、波動忘れてた。山内さん率いるチームビリーブなんですけど、大丈夫かな、ちょっと波動
波動ちょっと私あんまり上手じゃなくて心配なんですけど、頑張りたいと思います。やばい、ちょっとまあまあその時に、まあまあちょっとね、だっけ、谷口めぐさんと山内みずきさんで、やばいです。お、ちょっと待って、どうしよう。あ、僕の好きなさ、ついて似合いすぎて休止する。たったな、トゥ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 って感じで、ありがとうございます。ちょっとまあでもパワーだけはあるので頑張ります。ということでランキングを読んでいきたいなって思います。どうやって見るんだっけ、これか、いきます。じゃあ13位から、13位、あ、ゆいちゆいちありがとうございます。ゆいちゆいちありがとうございます。12位、おお、せいち、あとゆいち、とんこつ仲間、せいちせいちありがとうございます。続いて11位、ごめん先生、あ、ごめん先生ありがとうございました。今日もコメントいっぱいありがとうございます。で10位、関根さん、関根さんありがとうございます。関根ち。9位、キムデツさん、キムデツさんありがとうございます。続いて8位、テラさん、テラさんありがとうございます。中吉仲間です、イエーイ、ありがとうございます。続いて7位、ひらぴさん、ひらぴさんありがとうございます。ひらぴち、あ、待って、変わっちゃった、変わっちゃった、まだ13位から今か。13位、コージありがとう、バイ、ありがとう、バイ、いや、ありがとう。そして12位、ごめん先生、ごめん先生、ごめんなさい、ありがとうございます。続いて11位、キムテツさん、はい、キムテツさんありがとうございます。また急ぎになっちゃった。10位、ひらぴさん、ひらぴさんありがとうございます。続いて9位、関根さん、関根ちありがとうございます。続いて8位、まさかずさん、うふ、まさかずさんありがとうございます。続いて7位、あ、聖一、聖一ありがとうございます。続いて6位、テラさん、テラさん仲間ありがとうございます。続いて5位、よしふみさん、よしふみさん、あ、よしふみさんありがとうございます。続いて4位、なつさん、お、おじいちゃん、おじいちゃんだ、ありがとうございます。続いて3位、お、ならぶさん、今日もたくさんギフトありがとうございました。ならぶさんありがとうございます。続いて2位、山おじさんさん、山おじさんさん、このくまちゃんもね大切に今守りました、ありがとうございます。続いて1位、ヨッシーさん、ヨッシーさんありがとうございます。かわいいカエル、ありがとうございます。皆さん今日長崎のあの平和な写真、 あの今日 X にあげるのでよかったら見てください。お、伊沢さん、伊沢さん配信ありがとうございました。伊沢さんありがとうございます。じゃあ、あの皆さんまた東京に戻ってきます。バイバーイ、明日帰ります。おやすみなさい、今から大学芋食べます。バイバーイ、またあと1分ある、明日何しよっかなバイバーイちょっと待って、これどうやって終わるんだっけ。じゃあねー、皆さんおやすみなさーい。お